サッチャー元首相の葬儀が行われるセントポール大聖堂の前はボストンでの爆破事件を受けてたくさんの警官が配備されピリピリしたムードになっています。先週87歳で亡くなったサッチャー元首相の葬儀は日本時間の夕方からロンドンで行われます。サッチャー元首相の棺はウェストミンスター宮殿からセントポール大聖堂までのおよそ3キロ騎馬隊に先導されて行進する予定で、多くの国民が沿道に集まることが予想されます。ボストンマラソンで沿道の観客らが死傷する爆弾テロがあったばかりで、警察は警戒を強めています。 It was, awful. So we hope that it will not be similar here, obviously. Mrs. Thatcher wouldn't give in to terrorists, never. So we're not going to give in to them either.葬儀にはエリザベス女王が参列し、日本からは森元総理が出席します。